えー、はい、どうも、メンヘラおじさんです。えー、昨日はライブ配信ありがとうございました。はい。 えっと、まあ、あ音のね、トラブルはあんまなく、はい、えー、やらせていただきましたので、まあ、当面これで、えっ、ー、と、多分ね、カバーの影響ですね。はい、あの、で、えー、ブツブツなってましたが、まあ、そんなことは、あーね、あのー、まあ、気にしながらですね、やっていければなと思ってございます。で、まあ、昨日からの続編でございますけれども、えぇ、ー、不内電気破産へというところで、えー、結局ね、今月分の給料も支払われない、で、えっ、ー、と、 お退職金、えー、もういつ支払われるか分からないっていうことを社員さん言うてますというところなんですね、えー、退職金が支払われないっていうのはもう中小企業じゃないんで船井電機って、えー、よっぽど、うんまあまあ,あの創業系から離れてあのなんかいろいろ経営しててでなんかあのだ脱毛のサロンの買収も手掛けてとかなんかそういうところで迷走してで最終的に なななんかお金回らなくなりましたみたいな感じらしいんですけども、ちょっと退職金が支払われるの分からへんっていうのはちょっと辛、えー、いというか、むちゃくちゃですね。えー、退職金ってあの <coughs> 積み上がり式なので、<coughs> あの、正確に言ったら企業側の負債なわけですよ。従業員に対する。なので、それは別で取っとかないといけなかったり、あるいは基金で運用するっていうことをしないといけないんで、別で取ってないといけないはずなんですけども、え、それを、まあ言ったら払えないっていう状態は、あの、かなりきついと思ってます。まあね、あの、一昔前であれば、あの、 ま、ジャルの、えー、企業年金を、まあ、減らすよとかって、まあ、シャープも、えー、そういう感じでしたよね。えっ、ー、と、企業年金、えー、として運用しているものを削っていかないと無理だよ、みたいなでしたけども、ないっていう、のってよっぽどだと思うんですよ。えー、な,な、ないとは言ってないですね。いつ支払いがあるかわからない、というところなので、きついな、というところでございます。っていうのが、まあ、あ一つあるかな、と思ってます。 で、え、それと同時に、やっぱ従業員2000人がバーンと解雇をされると、もちろん雇用保険で即日、解雇という形になるので、あの、すぐ、ハロワに行ったらですね、申請はできるものの、2000人とその家族が、路頭に迷うという事態、え、これ、がやばいですよね。 <coughs> あの、まあ、言うたら工場なのか、まあ、あの、開発なのか、営業なのか、それは分からないですけども、2000人がわっとこう、転職市場に出ると。しかも同系統の、まあ、言たら電気メーカー系で、えー、同じ職種で探すんであれば、その、また少ない椅子の椅子取りゲームが始まるわけですよね、と。もうちょっと見てられないなというと、シャープの時もちょっと見てられなかったですよねと、と、うん。特に高齢層、が見てられなかったですよね、っていうのがあるんで、 だからそういうのが、まあ、現実に起こるというところで、まあ、ちょっと、うん、きついなというふうに思ってございます。はい。で、まあ、もちろんその、転職として、えー、頑張るっていうのもそうですし、あるいは、あ別の職種で、えー、働くというのもそうですけれども、まあ、あの、おじさん的にはま、それ以外の方法として、えー、まあ、YouTube も、今おじさんやってるのもそうですし、なんかこう、ブーン始めるとか、なんかもう、 自分で、えー、何かを始めるっていうことを、えー、考えておかないといかんなというところと、もう一つは、あのー、まあ、おじさんよく啓蒙して山奥ニートであるとか、年収90万ハッピーライフみたいに、固定費を下げに下げて、タルを知るの生活で、あまりこう、お金のかからない生活をする。この二つの選択肢も頭の中に入れながらね。 えー、日々サラリーマンやってかなあかんのかなって。いや、そこまで考えなあかんのかいって話だったんですけど、今までが考えなくて良さすぎたのかもしれないですよね。えー、えー、というようなところで、まあ、こういうところを考えていきながらね、やってかんといかんということで、まあ、副業当たり前、えー、で、自分で何かするのも当たり前っていうような、まあ、時代、えー、になってくるのかなと思って、 でます。しえっ、ー、と、じゃ、どんだけ調子が良くても、あかん時はあかんし、あの、ね、えっ、ー、と、まあ、今年入ってからも。あの、中高年の早期退職募集みたいなも、全然ある。時代なので、そんな時に、何の用意もさせないっていうのも、会社も、ちょっと。ね、会社だと思うんで。いやいや、そうなる可能性ゼロじゃないんであれば、当然副業もオッケーでしょうと、なんかいろいろ種まきもしておいてくださいねと。で、周り回って、そういう。 経験とかが、会社のその業務に影響するであるとか、そのメンタリティーですよね。いや、俺別にここじゃなくても、一応自分で食ってけるだけの食い淵稼げるしっていう自信が、あの、新たな行動のきっかけになったりもするんで、だそう、精神衛生面のところも含めてね、あの、いろいろ種まきしたりとか、えー、いろいろ備えるっていうのが大事かなというふうにこのニュースを見て思うところでございます。以上です。